FM Osaka 85.1 中部9年ぶりに甲子園やるってよ。皆さんこんばんは、中部の前田信輝です。中部9年ぶりに甲子園やるってよ。この番組は今月末までの期間限定でお送りしております。7月13日、いよいよ明日開催される甲子園ライブを皆さんと一緒に盛り上げて作り上げていこうという30分。今週はリハーサルスタジオからお送りしているわけですが、いよいよ明日に迫りましたので、今週はメンバー全員でお送りしたいと思います、ね、こんばんは、ね、元気ないでしょ、はい、なんかね、もうねたくさんだから、ねね、もう毎日踊ってますから ね、 ね、しかも、これはリハーサルスタジオですから、はい、事前収録だから、はい、いよいよ最後の大詰めみたいな感じですね。ゲネプレも前の追い込みみたいな、ね、一番しんどい時だね。そうそうそう、しんどいのは君だけじゃないよ、はい、そうだよみんなね。さあリスタートだけ、もう何言ってるか全然わかんないですというわけで、ちょっと途中管楽器、はい、今ねカツオたちも練習してますから、はいはい、いろいろ音が聞こえると思うんですけど、これもリハーサルスタジオならではということだと思います。カッ君が俺に追いついた。そうですね、年齢ですね、50代最後、おめでとうございます。ちょっと前まで領事と同い年だったんですけど、ね、そうだね、そうだよな、一歩先に行きましたね。でこの後だから何のが領事、いや一個と誕生日領事春の時、そう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 、うん、元気ないな、元気ないよ、明日だよライブ、ね、というわけで、はい、いろんなものもらってるんですよ。あの前もバイバイって言ってもらったけど、バイバイが好評なんだって。なんだ関西の人言わないのかな、バイバイってあんまりホナーとか言うのかな、ホナねって。あすごい、そうなんだね、バイバイって言わないのかな、バイバイが好評って書いてあるんです。なんだろう、だから今夜も最後はバイバイお送りしたいと思うんです。はい、であのなんだっけ、アクスタ、アクスタグリルスタンドを作ってくれとか、はい、いろんな要望があったんですけど、実はあったらしいから、それも後々ちょっと後々で、今日は、こんなメッセージからご紹介したいと思います。はい、福岡のサランスさん、ありがとうございます。甲子園ライブのグッズも発表され、ことび君も頑張ってくれているようで、近づく甲子園に心躍らせております。そこで幻の甲子園の時に買ったユニフォーム張りのコスチュームで行く予定をしていますか。甲子園はみんなヒョウ柄で埋められたら面白いなとは思ったりもしました。一着も持っていませんが、なんなら全ヒョウ柄で踊るのも楽しいのではないかと。知らんけ ど、うん、それからアクリルスタンドですが、はい、チームモバイルで、アクスタのアプリを作ってくれていまして、あったんですね、あったんですね、それを使って我が家にまいちゃんが来たみたいに楽しんでますよと。前田さんが思ってる以上にファンは求めて楽しんでますよと。チューブのメンバーの皆様も最先端の防暑対策を駆使して挑んでくださいねということ、はい、でこれ写真なんですけど、こういうのがあんだね、モバイル上でこうやれるっていう、なんかね、これ去年の野外のやつかな、あそうなんだね、じゃないかな、それをモバイル上でやって自分で一緒に写真撮ったりができるっていう、そうみたいな、そうみたいなやつなんだね。前からあるらしいですよ。お聞いてないから何ね、さっきみんなでおおって言ってたもんね。そうすごいよね、今すごいね、そういうアプリがある。なんで大騒ぎしてた割にはもうありましたっていう ね、 そうね、メタル上でやってましたって落ちたっていうね、あんなに大騒ぎしてたんだろう ね、 ね、リアルはないんだけど、まだだってこれからなんかもう 3D プリンターとかで落とせんじゃないの今。そうか、まあ思いついたことを言っただけで、あんまよく分かってないでしょ。分かってないでしょ、ね、あのかき氷みたいなやつでしょ、 3D プリンター。シュ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 、まあ下からピュ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 って、そうというわけでいよいよ明日ね、ことぶきくんも参戦ということで、この番組がきっかけで、ね、2024年バージョン、バージョン来ましたね。この番組に寄せられたメッセージの数々を小峠君が処理してくれた、はい、あっという間に作っていただきましたね。これリベンジですよ、ある意味、ね、そうそう、2020年の、ね、開局記念ソングをなかなかリベンジ、そうだね、やっとようやくできますね、4年かけて
そうそうそう、はい、じゃあこれをまず聞いていただきましょうか、はい、ちょっとあのラフミックスですけどね、うん、知らんけどフィーチャリングことびくん2024年バージョン。おっしゃ、いかんかいかんかいかんさい、拍手喝采のパンパンざい、何べんでも出会んないええあんばい、うとて踊ればええあんか、暗い話は携帯の世界やでほっといたらええ、笑うからね服着たれ、儲かりまっかぼちぼちでんな、おうギラギラと絡みつく太陽とおばちゃん、お揃いのヒョウ柄半端ない、眠らないこの街は年中カニバル、食べて笑って混ぜてミックスジュース、あー蜃気楼は揺れる、夏の御堂筋溶けちゃいそう、アイスキャンデーひとつで生き返る人もいる、おいでおいで石の楽園、土足でサンバ君の胸で踊ろう、毎度毎度思いのまま、それぞれの夏の色知らんけど、なんぼやいずれないお笑いとこのもんのカルチャー、怒り一台たこ焼き器、あ青春が燃える、夏の甲子園やけどしそう、奇跡を呼ぶアイテム、踊れ踊れ西の都、あたしでるば好き勝手に歌を巡る巡る、恋心は憧れの裏返し、やめなよ許してやってや、バーンってなったらうんってなって、時間が押してるの甲子園球場にどうしていくの、大体なんできいな、ほなお先にガタンゴトウトウかまら、関西人はチャランポのほとんどなんから、頭ん中はタランカランカランあおんだら、なんて言われちゃカラン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 、あの可愛いワンちゃんはチャウチャウチャウか、チャウ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 とチャウチャウ、くだらない冗談が好きだ、西の都がほんまに好きや、カニないらんことしでも、いつかみの知らんこといいでも、憎たらしいとこも愛してや、おいでおいで西の楽園、土足でサンバ君の胸も揺れる、毎度毎度恋に落ちて落ちのない夏の夢、踊れ踊れ西の都、あたし出るんば好き勝手に歌を巡る巡る、恋心は憧れの裏返し、知らんけどねえねえ彼女、マイドベッティさん、お茶いかな、久しぶりに行けへん、あかんの？そうなんだよ、まあ、なんてやねん、はあ、今年の夏もまた一人か、ええ、女なんて星の数ほどいますよ、知らんけど。前田信輝がお送りしているチューブ9年ぶりに甲子園やるってよ、お送りしたのはチューブで知らんけど、フィーチャリングことびくん2024年バージョンでした。いよいよ明日披露
ということで、初ゲット、初ライブじゃないですかね。小飛君もさることながら、私はまあコラボレーションイヤーにしてみようということで、はい、一番第一弾としてねやらせていただいた角人君が超サプライズ、甲子園まで駆けつけてくれるわけですけど、はい、そんな、ガクトからですね、はい、コメントが届いてありがたい、ちょっと聞いてみたいですね、はい、ですね、はい、FM 大阪リスナーの皆さん、そしてチューブの皆さん、こんばんは、ガクトです。甲子園のライブ、いよいよ明日ですね。僕ガクトもゲスト出演することになりました。今回はですね、コラボ楽曲のさよならの代わりにを皆さんに聞いていただきたいなと思います。なんか甲子園のライブは非常に温度が熱くなるということで、どんなライブになるんでしょうね。初めてのチューブのファンの皆さんに対面する、緊張と言いますか、どうやって盛り上げようかななんて考えてます。では明日甲子園でお会いしましょう。それではガクトでした。結構ガクちゃんも疲れ気味だ。そうだよね、みんな疲れ気味やもん、やっぱ ね結構フリアサルもバンバンやったからね。そうだよね、その後だからね、多分止めてくれた、ね、もう干からびちゃってる、ね、こういうガクトも珍しいね。そうだよね、なんか寝る前に寝る前撮ってるみたいな。おやすみなさい、おやすみなさいって明日やるって感じはしないんだけど、ね、我々もそうかもしれないけど、はい、というわけで、ね、わざわざ来てくれるちょうど今、はい、僕はね楽しみなのは、うん、やっぱり汗をかいているおガクト、湿気の中でのガクト、しかもいい汗じゃないからね。そのなんか蒸し暑くてかく汗、蒸し暑いですからね、うん、本当に、ね、うん、あと「さよならの代わりに」っていう曲を大事だ、うん、コラボレーションさせてもらって、はい、なんかその瞬間はみんなね、この曲のテーマであるちょっと大切な人を胸に思い浮かべながら、はい、あの広い空を見ながらね聴いてもらえたらな、はい、なんて、うん、話は2人でしてたんですけどね、うん、ライブ初披露ですよ ね、 ね、そうそう、うん、あとは心配なのはやっぱり大阪に入ってるはずだけど、うん、テキーラ祭りとかやってなきゃいいな。もちろんやらないでしょ、それは。本番本番現れてくれることを祈らないとね。来ないっていうのがあるからね。ありえるからね、あの系統の人たちは、あの系統の人たちは、はい、ぜひ来ていただきたいと、はい、楽しみにしていてください、うん、あと暑さ対策、これはもう、はい、皆さんそれぞれあれだと思うんだけど、うん、まあ、今日の俺失敗じゃないけど、俺は、うん、あの首に巻くやつクールネックね、高いの持ちましたけど、俺は M グループもうX はざわついてたらしいんですよ。なるほど。あれを何十本も用意して、ひっくひっくね、首のあたり冷やすだけで全然違うからね、うん、あとなんか風が出るベスト、あ、持ちましたよ、ワークマンで買うやつね。最新のやつね。そうそう、うん、今年はもうズボンもあるらしいから。マジ？俺だけもう宇宙飛行士。モコモコなんだよ。いいですね。でも本当皆さんも来る皆さんも本当対策して来ないと、ね、もうぜひあの水分はね取っていただかないと、うん、タフですから明日。あとあれよね。それまあセットリストとかも気になるとは思うんだけど、うん、これ甲子園と横浜が全然セットリストが違うんで。はいはい、これ一発しかないんですよ、このセットリストね。そうです、うん、そうなんです、まあ、みんな知りたいとは思うんだけど、ここで全部発表したらね、うん、なんだったら全部今言ってやろうかいいんだよ言ってもみたいな感じだからね。で前日ですから、前日リハとも多分あるんじゃないかなとは思ってるんだけど、場当たりとかね、そうね、あの本番と同じセットは1回しかないので、そうですよね、と、はい、いうことで明日もはい、朝早くから行く人もいるんでしょう、はい、全然本当に気をつけてください。昼前には絶対行かねえからね。体力温存しないとね、そう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 、やばいからね。というわけで、はい、この番組ではずっと2020年に行われるはずだった、はい、幻のチューブの甲子園ライブのセットリストからお送りしてるわけなんですけど、はい、今日は25曲目お、もう大詰めですね、うん、25曲目にお送りする予定だった曲です。チューブでスマイル。
スマイルでした。この曲は92年にリリースしたミニアルバムスマイルからのタイトルトラックということで、これはあの赤ちゃんたちがそう、うん、プールの中で4人いるよ、まるで俺たちそうちょっと似てる風な、でも外国の人だから外国の人全然違う、はい、あの当時はやっぱあの当時は CD だったもん、うん、CD、うん、CD そうだね、CD だからちっちゃくなったなって言ってたんだから、もはやちっちゃいどころか、うん、ジャケットってどこにあんのみたいな、ねえ今ね本当にジャケットがなかなか見ることも少なくなってきちゃったかもしれませんね、うん、ねえもうダウンロードさえしないっていうから今時代変わったよな、うん、今もうストリーミングで聞いてるらしいですよ皆さん、ダウンロードもしないで、うんうん、分かってないかもしれませんけど、ストリーミングってあれでしょ、サブスクでしょ、サブスクイエスイエス、サブウェイでしょ、サブウェイサンドイッチやね、俺最初サブスクをサブウェイが名前変わったの美味しいのって聞いちゃったからねサンドイッチじゃないからね、そうなんです、まあ、いよいよ明日ライブなんですけど、はい、まあ多分やることがバラバラだからライブ前日は今日は一緒には行動しないんでしょうね、そうだね、飯食うぐらい、まあ、飯は食うのかな、うん、飯食うぐらい、領事だけがなんか飯のタイミング違うからいつも、朝早く帰る、まあそうだねいつもね、うん、朝早いから僕ね、ということ、まあ飯は行くかもしれないですけど、うん、なんか験担ぎとかやってたりするの、あの、あと逆にしないこととか、飲みに行かない、うん、出ない、うん、まあ、先日は行かないですね、行かないです、うん、ご飯食べて帰る、そうだね、うん、体力温存でございます、で当日楽しむぞと思っても最近は当日も行けない行けないになる、疲れちゃって、ね、前日は行かない、当日は行けない、行けない
でサウンドチェックの時間もバラバラだから、うん、まあ、入りもバラバラになると思うんですけど、でも意外と当日やること多いからね、うん、あれがバテんだよな、うん、炎天下の、そう、あと遠いとこで音が出るかチェックしたりとか、うん、気候が動くかとか、ここでどうしたとか結構ありますからね、まあ、とにかくちょっとだいぶ前にこれ録音してるので、はい、当日の気温と温度が俺たちのパフォーマンスにすごい関係ある。あと湿度ね、うん、湿度ね、うん、これは相当変わりますよ。年齢は変えることができないので、はい、あとは環境が、環境が優しいかどうかによってパフォーマンスとか変わるよね。頑張らないとね、本当に。去年覚えてるのが、なんか春が、うん、中央が真っ赤だね。お猿さんみたいなやつですけど。猿になってた。でもそれ熱中症とかなってたと思う。うん、やってた。もう誰かにポンってパンチされてもね、これが赤くなって。顔の真ん中がね、いや、あとこっち見てるから、うん、危ねえなと思いながら。でもほんと日陰にいるようにしないとやばいかもしれんね、うんうん、まあ、とにかく皆さんも暑さ対策は万全に、はい、ぜひ。でも夜ですけどアルコールも控えて、はい、ね、水分を十分補給、はい、しながら来社のライブを楽しみましょう、楽しんでいただければと思います、はい。それじゃあ2020年幻の甲子園ライブのセットリストから26曲目、いわゆるこれが最後の曲作品ですね、はい、うん、チューブでルート567、ルート567覚えているだろう、海沿いのあの道を、なじみのカフェやライブハウスも今はドア閉ざしてる、明日からもこの道をどこまでも走るしかないから、逆目指して567オンボロワゴンに乗って、あてもなく走ってた、こんなにも急に景色が変わると思いもしなかった、諦めずこの道を未来へと進むしかないんだ、太陽が地平線を染める、もう一度幕を上げよう。
一度読み返る夏。チューブ9年ぶりに甲子園やるってよ。前田ドクテルがお送りしているチューブ9年ぶりに甲子園やるってよ。お送りしたのはチューブでルート567でした。これで2020年の幻の甲子園ライブの楽曲は全て終えました。すごい、素晴らしい。でいよいよ明日甲子園球場、はい、最後ですから。9年ぶりですからね。なるほど。甲子園球場をやります、はい、チューブライブアランドスペシャル2024サンキューフォーオール、はい、ありがたいことにソールドアウト。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとずらしたの？ちょっとずらして、ちょっと広くして、ちょっと広くしてさらに増やしてみようかって言ったら調子に乗るなよ。じゃあソールドアウトって言うと、ありがとう。もしかしたらでも明日あれ見切れ席って言ってるかもしれない。見切れ席ね、見えないと、はじめの見えないとこが売ってね、見えないところがお安くどうですかと、傷んだ野菜みたいな、まあ、でも味は美味しいよっていう、まあ、変わらずね、うん、そういうね、そういうの発売するかしないかは、うん、当日どっか調べれば出てくるじゃん、ね、なるほど。ぜひ楽しみにしていただければ、はい、それから、あと2週この番組あります、うん、はい、あと2週は甲子園ライブ終わった後に、はい、うん、ちょっとその感想などを、ね、まあ、我々も、一緒にね明かしながら、はい、見た人の感想なんかもちょっと聞いてみたいので、うん、はい、で、メッセージを送ってください。 FM 大阪のホームページからチューブ9年ぶりに甲子園やるってよを選んで、そこから、感想を送ってください。そして X はハッシュタグチューブ甲子園やるってよで引き続き投稿してください、はい、というわけで泣いても笑っても明日です。はい、ですね、これから頑張りましょう。頑張りましょう。ということで、チューブの前田信輝と春畑道也と高野秀幸と松本良二でした。4人でお送りしました。それじゃあ明日甲子園で会いましょう。バイバイ。